はい、こんにちは。占い評論家の岡田です。最近ちょっと願掛けということがよく言われますよね。連続して何日間神社に行けばいいのかということですね。朝出勤前ですとかね、時間を決めるといいと思うのですが、だいたいですね、願掛け、最低7日ですね。そしてその次は21日が35日、100日です。100日はお百度参りなんて昔から言いますよね。で、この願掛け他にも使えるんですよね。例えばタバコをやめたいと思ったらまず7日やってみる、21日やってみる。これを大体このぐらいクリアできますと習慣になりますから、タバコを吸わないっていうのも習慣化します。朝ラジオ体操をするっていうのも7日とか21日続けますと癖になりますので、やらないとちょっと気持ちが悪い、そんな風になるんですね。ということで、この願掛けのこの7、21、35、100という数字は、それぐらい続けると習慣化しますよってこともありますよね。ちなみに、ちゃんとお願いが叶ったらお礼参りにぜひ行くようにしましょう。はい、ということでした。ではまたアップいたします。